現在は、日本の大倉官僚。元大倉事務次官。血液型は、大型。1951年都立富山高校を卒業し、1955年、東京大学法学部、第二類卒業後、大倉省に入省。大臣官房文書課長、近畿財務局長、主計局次長、経済企画長長官官房長、大倉省銀行局長を経て、 1989年、大倉事務次官に就任。1990年に退官後、1992年から1994年まで国民金融公庫総裁を務めた。1994年横浜銀行頭取に就任したが、同行頭取就任前まで日銀総裁候補に押されていた。当時の現役次官、斉藤二郎が、 自身の師匠格良野の良彦、主流派閥の親分閣、山口光秀らと共に、平沢ら三人の元時間組を推挙していた。しかし、一行動機の三重の安自然総裁の後釜ということで、自身の目はなかった元時間、長岡実は、松下安夫を推挙。長岡は、公認当証理事長に山口とリークし松下の、 可能性を高め、吉野が当初より固辞していた姿勢を崩さず、また平沢が国民候補総裁から横浜銀行頭取りにスカウトされたため、斉藤も竹内道を長岡実元時間主流ラインの下、長岡がおすまつしたというシナリオを追認せざるを得なかった。その後、2004年に同横浜銀行会長兼頭取、2005年に同公会長、 2006年の秋の叙勲で追放大受賞を受賞した。ありがとうございます。